マイケル W. スミス氏が初来日し、8月27日から30日、首都圏で無料ライブコンサートを開催中です。マイケル氏は米国のニューリバーフェロシップ協会の牧師、ワーシップリーダーであり、歌手、作詞家、演奏家です。グラミー賞3回、アメリカ音楽賞1回、ドーブ賞を40回以上受賞するなど、シンガーソングライターとしての高い評価を受けています。彼の方から、東京に来てくださるというそういう申し出をしてくださいました。本大会の前に何とか協会協力をしてくださる、それからこの大会のアピールをするということで、本当に大きな愛を持って日本のために、また東京のために来てくださった、それが今回彼が来日することになったきっかけなんです。はい、8月27日はコンサート直前に報道関係者を対象とした記者会見が行われました。マイケル W. スミス氏と日本を代表するワーシップリーダー小坂忠氏による対談も実現しました。自身の初の来日についてマイケル氏は次のように述べました。I've heard so much about your country. 日本のことについても本当にたくさん聞いてまいりました。I drive your cars. そして日本の車も運転してます。You're innovative, you're creative, you're so many good things about this country. 革新的でも素晴らしいこといっぱいあります。But I also know that there's so many, the majority of Japan are don't know about the love of God. でも大多数の方がですね、イエス様をまだ知らないという事実もありますね。So to be able to come and to share my heart for the country and to be able to talk about this love is a real honor for me. Christian music.また11月に開催されるセレブレーションオブラブウィズフランクリン・グラハム大会に向けて次のように語りました。To me, the main message is to talk about the love of God. 私が本当に言いたいことはイエス様の愛についてです。I do this everywhere I go. 私がどこに行ってもそのことはいつもしてまいりました。But really, since there is an amazing opportunity for what can happen in November. しかし11月この東京で行われるこれは素晴らしい機会だと信じております。Because there are so many people in your country who don't know about the love of God. というのは皆さんのこの素晴らしい国日本ではですね、まずイエス様の素晴らしい愛を知らない方が大勢いらっしゃるからです。So, I think the light bulb will go off. For many. 多くの人たちがですね、それに気づいていただきたいと。And I'm believing for a massive miracle for many in your country. 同日14時30分からはお茶の水クリスチャンセンターにて4日間の皮切りとなるコンサートが開催されました。会場は期待に胸を膨らませる参加者でいっぱいになりました。マイケル氏が登場するとオープンリアイズオブマイハート、アバーボールなど12曲を歌い上げました。会場はマイケル氏のリードのもと深い礼拝へと導かれ、神の臨在に覆われました。ひたすらに主イエスを愛するマイケル氏の姿は参加者たちに深い感動を与えました。あ、素晴らしい曲です。すごい感動しました。すごい心にすごい当たりました。本当に心を癒されるというか、そういうふうな感じだったので、ぜひね11月 の, 本番に向けてね、また祈っていきたいなと思いますし、家族とか知り合いもぜひ来てもらいたいなと思ってます。はい、もうとても懐かしい曲とかもたくさんあって、本当に楽しみにしてきたんですけど、期待が本当に満たされて感謝でした。And I'm going to sing about it and I'm going to talk about it for the rest of my life. ですから私はそういうつもりでこの命ある限りそれを歌い続けますし、またそのことを語り続けていきたいと思います。 Because you're looking at a miracle right here. ですから私自身がそのような神様の奇跡的な愛によって救われたものですから。来る11月もセレブレーションオブラブウィズフランクリン・グラハム大会にて、多くの人々が主の臨在に触れ、真の自由と愛を受け取ることでしょう。